では沸騰した上に団子を入れていきます。一応ちょっとあの時計時間計っておきますね。はい、どうぞ入れていって、もういっぱい入れていって、はい、バーって入れた方がいいんじゃない、それもう一気に入れた方がいいんじゃない、飛ぶ。ちなみにね、今回62個ですね、62個。今ちょっと、いや1分ぐらい経って、だから最初と入れたやつは1分14分ぐらい触ったんですけど、ちょっともうちょっと火強しようか、あの沸騰させよう、沸騰もっと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 強し、もっと強し、うん、ね、色美味しそうです。今ね、2分37秒経って、今1個目が浮いてきましたね。これね、ここのやつ、こいつですね、この辺りのやつが1個浮いてきました。うわ、続々と浮いてきましたね。だいたい今最初のやつ入れてから3分ですね、経過いたしました。おーおー、水蒸気だいたい今最初に入れてから4分ですね、3分56秒経過いたしました。これだから最初に浮き上がってからそいつ1分ぐらいでええんかな、雰囲気的には。最初に浮いたやつはこうだんだん浮いてきてるやん、もう今全部浮いてるけど、うん、1、はい、終わった。おーい、ここにね、一回揚げてみる。はい、今最初のやつ入れてから4分37秒ですね。これでもう揚げます。はい、全部入れました。じゃあこれちょっと冷水で、はい、じゃあ水道水で火止めてね。はい、水道水で、水道水でさらします。うわ、これでね、あの、もちもち感がアップします。もちりんく、あ、おへそみたい、タピオカみたい、似てるね、でんぷんやし。あれはなんか今回の方がよもぎの量が多くて美味しそうやね。うまいやな。で、つながってるやつはまさらかこれで、まあ、串に刺して食べたら、あと、やっぱり、ね、あの、きな粉まぶしてね、食べたりしてください。はい、じゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。またよろしかったら家で一緒にやってみよう。よもぎ団子作ってみてください。調理人は、ゆいと、アシスタント、まーちゃん。そしてカメラマンてっぺでした。じゃあ皆さん、次回の動画もさよならです。チャンネル登録、まーちゃんだよ。お願いします。よいよもぎ団子。